本日ジャスティン翔君が大遅刻をしました。正直に話したら許さんこともないんで理由を聞いてみましょう。いやマジで財布とか全部置いてきちゃって本当に寝坊とかじゃないんですよ。マジです。遅刻ダメ絶対ボート我慢したい。これ裁判長、とんでもない額当てます。サンプルよし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 、うめえ、よっしゃー、石野さんだ、来たー、よっしゃー、10万だ。いやこっから楽しみだな。あ、そういうことか、全部。ガマゴーリムーンライトポイントクラブがサービス開始。ボートレースガマゴーリをおボートガマイチェ構成、はい、お願いします。お願いします。本日は、真夏のね、ボートですガマゴーリ、ガマの女王決定戦というところで、はい、オールレディース、はい、非常に難しいでございますよ、うん、やはりいいです、ね、前半はなんと遅刻したジャスティン翔君が打ち上げまして、やっぱ10万ぐらいはね、多分リードしてるでしょ。まだそうですね、今92,500円。うー、見てください、マリブ君の顔。いや、めちゃくちゃ悔しいですよ。前半っていうか、ね、前半だって外れた俺を褒め出して、もうこれ金屋があるから褒めてんすよ。なんかいや、俺もなんかね、すっげえモヤモヤする、うん。何もできてないとかしてねえのに、なんか船券だけでなんとかなってるお前がイラつく。そうですね、でもやっぱ結果なんで、大事なのは。結果出してもらわないと、お二人にも。だって多分トータルで言ったらすごい差になっちゃったんですよ。死ぬほど腹立つよこれ。本当ごめんなさいこれ。死ぬほど腹立つですよね。すいません本当に。これもうね、このクリちゃんとマリム君なんて、このもう一番来るよ。一番来るタイプ。まあでも僕は聞かないんで勝ってるんで。なんだろうな、この会話もイラつくんだよ、うん、勝ってる時トーク下手。すでにあなたたちが美味しくしてくださいってこの、ね、そう勝ってる時トーク下手さ、どう返すんですかみたいな。ガチ枠なんですよ、ガチ枠。3人のガチ枠なんで、僕何ガチ枠です。僕が勝って、お二人が盛り上げて、船券ガチ枠、はい、やっぱ必要じゃないですか。バラティバラティ枠なんで、はい、面白くしていただいて、腹立つ、はい、僕は結果を出す。そういうことな。やばいやばい、マリュー、結果が切れる、結果が、やっぱ面白くしてね、結果が切れる、切るのがこれがバラエティ枠、この結果が切れる。確かに面白い顔。いやでもマジで、なんか今日抜きたいっす。今日、ね、今日負けたくない。だからトータルがどうこうじゃなくて、今日負けたくない、はい、今日のこいつに負けたくない。そうだよ、ね、分かる分かる。ずっと何やり続けるんですか、前半みたいな、2.5 戦みたいな、あの感じで。あ、省エネ、うん、あれでいくの、省エネね、まあ、2人が勝ってくれたらちょっと考えます。あ、なるほどね、分かりました。それまでは結構狙っていっていいんじゃないかなって、でっかいとこばかり。全然まだプラスまだいけるし、ね、確かに、うん、省、うん、もう抜けるはずだから。ということで第7レースいきますけども、はい、第7レースはまあガマゴリおなじみの新入小手です。
そして運の選手なんで、ここは非常に押し切るんじゃないかと。そしてね、2号手がね、くるくるしながら2、3地区まあまあ残っちゃう橋田さんね、で3号手、茅場選手で、4号手、これね、まあ、優勝候補と言ってもいいね、平山さんね、で5番が大間メドさん、6番が中尾さんというメンバーですけども、1、4激安でしょ、これ半端じゃないでしょ、えぐいオッズありますよ、やばいでしょ、これ1、4、5が3倍です、そうです、3倍、でもそうなるって3倍、3倍です、うん、3倍、僕とマリブは手出せづらいっすよ、かなり、だってこれ、万張り当てても、プラスになんない、なんないです、本当だ、意外とだからね、4番、5番のやっぱ枠番勝率の高さもあるし、でやっぱ橋田さんがやっぱスタートね、コンセプトの平均スタート30です。30でかつ出順6番、ちゃんとビリに出てるっていう、平均して 6.0、 うん、じゃあ3残れんじゃないですか。まあ、茅場さん残りはワンチャンスある、そんなに遅れたら、うん、ね、で正直さっきのレース見て大間メルトさんそうでもねえなって僕は思ったんで、減点取られてからちょっと消極的かもしれないです。この145はなかなか、これはもう行くんすか、3倍か、行くんすか、はい、145、はい、行ってんの僕。うわー、つえマネーの腹立つわー、3倍145、1点、さすがにこうなったら僕とマリブはそこ行けないよ。いや、行けない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 、だから俺マジでありだなと思ってるのはちょっとそば、あー、わかります、わかります、わかります、俺は143とか143、いいね、11倍あるんですよ、うん、143いいね、14は14になるんじゃないかなって思うんですけどね。これでも難しいのはだからやっぱりね、どこ買っても多分安く決まりそうってとこですよね、このレースは。まあね、うん、多分、あ、おめでとう、4倍まで上がりました、よし、なんかそれが高く感じてきたもんね、4倍あるならいい、返しに4倍まで上がりました、4倍あるなら全然いいですよ。ここでもやっぱ翔子の今日ね、大富豪モードついてますね、富豪の買い方ですもんね、なんか大金持ちが株とか買って勝手に上がっちゃってまだ金持ちになっちゃうみたいな、こういう感じなんだ、こういう感じ、金持ちの株って違うと思う、株買いたいんですよ、多分違うと思う、株買いたくなってきたな、ちゃんと鏡見た方がいい、鏡、鏡、これ新しいステッカーね、うわ、これは金持ちにならんなその後壁に激突そうだガチャガチャ、栗山さんってこんな法令線ないっすよねでもなんとなく似てんだよね、やっぱり、まあ、似てる、めちゃくちゃ似てるよ、多分捉えてんだよね、めちゃくちゃうまい、いやマリブ何言っても自分の見せてくれよ、俺だけだって人間じゃないんだもん、何かあーもう舐められてるんですよ、人間とボートのハーフなんだもん、俺だけ多分漫画家さんに舐められてるんだよ俺だけハーフじゃん、はい、キャンプ9分後半一発目、はい、なんとか翔くんのケツに火をつけたい、うん、お願いします、なんか起きそうな気がしなくもないんだよな、はい、後半一発目、あいつをぶっ倒す目がこちらです、143万張り、3が昨日4着入ったレース良かったんですよ、で2がへこむと考えると残れるんじゃないかっていう143、こちらに万張りで、平山さんが3がねスタートいいだけにそっからの展開ミスったら1の3535っていうところあるかなと思って、ちょっと寄れ目ですね、ここ1000円なんですけどオッズがいいのでここにも手出しての1万2000円です、あのまんまにはしません、あ、結構上がりましたオッズ、あれです145、ドイツ版人気です、1万円いきました、買った時がね 3.8 倍とかだったんですよ確か、今 4.7 倍まで、株じゃん言い方、うん、お買い得です皆さんこれ145 4.8 倍ですよ、1倍上がってるんですから、多分145安いからマリブさんみたいな、ね、143に行こうって人が多いんですよやっぱ、そうなるとどうなるか上がるんですオッズは上がるんです、ありがとうございます、俺お前のために買ってるわけじゃねえんだよなおー143が下がってる下がった143が年のほど下がった、俺もちょっと年のほど下がった、145が上がってる、上がった、そうですよ、あのみんなうるさいけどすいませんね、あのここは僕ちょっとあんまり勝負はしてるけど僕1号行ってます、1号豆ちゃんの2着、1号の34とあと41、マリブが買った143も僕ちょっと抑えてるんですけど相当今へこんでます、激すぎ、オッズであんなになってます、まあまあとりあえず賞を外れてマリブ外れて僕当たればいいですさ
さあ後半1本目、はい、デナレース新宿ホテルレース。確かにオッズがあんなになるとは思わなかったね。いやー、一四三が最終的に、ね、7.1倍、145が5倍、上がった、1.2倍上がりました。これだからなんだろう、だったら145、ね、なんか金持ちはなんかこう間違わないみたいなね。ショーが結果でどん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 オッズ上がってたもんね。いい方向です。なんかそういうのできてんのかな、世の中って。ないや、当たればね、当たればね、まあ確かに、まあまあ、これはあくまで当たればの話。そんな簡単じゃないですよ、ボートレース。いや確かに難しいですよね。これで145来るんなら簡単っすもん。始まるから。失礼。ピリピリしてる。ピリピリしだしたぞ。その新入御殿で一番人気なんて来ないっす。お前振り作んなマジで。本当にバリア。あ、でも3がいいんじゃない。うわ、3いった。うわ、かやばさん、あのさ、かやばさん全然伸びねえ。かやばさん、あー、4がいい。かやばさん全然伸びねえ。かやばさん、助けて。あー、平山選手、かやばさん、俺を助けてくれ、かやばさん。ええ あれ、あ、避けた。あー、1、マリバ当たるんだよ。143だよ。いや、1、3、4か。これは道中で143になる。抜く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 、143抜く抜く抜く、143あるぞ。当たる当たる当たるよ、これオッズ下がったやつだけど。オッズ下がったけど、これはでも当たればいいよ。あ、1、あれ、カイヤマ持ってんじゃない。カイヤマさん、いや、1、3、4持ってないです。カイヤマさん、うめえな。あれあれ1、3、4はないのよ。いや、さすがに抜くな。いや、抜きます抜きます。1、3、4ないの。あの後ろ誰。6です。やばい、針の穴、まずい。あ、抜いた。あ、握ったわ。あ、抜けない抜けない、抜けない、抜けない。うなんだ、なんで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 、やっぱ134もあるか。うわー、抜けない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 。143一応僕も持ってんだけど、マリブも万張りしてるから僕外れるけど、マリブも外れろ。なんで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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ダブル的中で。だったダブル的中でいいじゃん。あー、抜けない、これ抜けないよ。かやばさんがいい。かやばさんですよ。3コースいいんだよね、握れるコースはいいってね。あー、抜けない、離されてく、離されてく、離されてく。平山さん、平山さん、後ろじゃないんだ、見てるの。豆ちゃんも全然いないし。うわー、これは抜けねえよ、これは抜けねえよ。全然ダメだ、これは抜けない、全然ダメじゃねえか。かやばさんだ。 お前は聞いてなかったと思うけど、あの、かやばさん頑張ってるたちゃん、その、はい、平山さんも頑張ってる、はいはい、あいつ心ない、惜しい。惜しい。さっき2マークで。うわー、なんで1の35を買ってて134を買ってねえんだよ。効く、効くぜ。これはね、ショーももちろんクリちゃんも外れてたけど、効き方が全然違う。そうそう、だからそう、まあ張ってるとこでこの惜しい外れね、うんうん、いや、かやばさん、ショー、どうだった、マリブ。惜しい。惜しい、マジで。惜しかった。惜しい。殴っちゃいけないんですか。大丈夫、日本の皆さん。大丈夫です。大丈夫ですか、これ。殴っても大丈夫ですか。多分誰もコメントしてこないから。いやー、かやばさんか。1220円。正直、あの典型なら抜くと思ったけどね。いや、俺、3がいいから3着だったんですよ。なるほど、なるほど。はい、ということで、ここで一旦ね、我々はイベントの方にね、行かせていただいて、夜になってからもう一回帰ってきます。3レースね、みんなの顔がどう変わるかね、お楽しみにと。はい、はい、水がついてもベチョベチョ。あ、簡単でしたね。さあ、それでは我々はね、イベント89とやりまして、はい、10レース目から復帰でございます。さあ、大崎選手陰線、2号手後藤選手、3号手大橋選手、4号手土屋の千秋選手、ここで村上選手、6で平川選手と。前半レース見るとね、あの、この平川選手もかなりいい走りしてたように見えましたけどね。僕正直、夢デメはやっぱり16まで行きたいですよね。あ、いいっすね、16まで。昨日はね、まあ、土屋さん1着2着と。いや、これ土屋さん怖いっすね。4角が怖いで、4が怖いのに3が良くないんですよ。あ、大橋さんね。はい、3遅れるかな。昨日とか遅いでしょ、スタート。まあ、本来大橋選手3コースめちゃめちゃ強いんですけど、まあ F 持ってるからか。3020、ちょっと抑えめ。3コース強いで、後藤選手もまあ20付近の平均の選手ですよね。早くないんですね。早くないです。あの、コンセント結構いいスタート切れてるけど、こういう選手要注意で、普段遅いけど、いいモーターの時
その分速くなるってあるじゃん。で、ちょうどいいみたいな。それそれ。それが多分今節の後藤選手なんじゃないかっていう。足がいいからスタートいいって言ってる。その分スタート良くなってるよっていう。うん、大滝さんみんないいいい言ってるけど、実は伸びでは上がいるってコメントしてるんですよ。ほうってことは4が伸びてった時にどうなんだろうっていう、あそう伸び系なんですよ、4とか6とか。だから外の伸びがちょっと怖いですよね。いや間に合ってねえなー、イベントも当たらなかったし俺で。確かにショーと僕が当たったんですけど、はい、やっぱショーがでもずっとなんかしら硬いからな、今日は。だからかもしれないけど、うん、ここはなんかちょっと1、3買っとけばいいレースじゃない気がするんで。あ、そうなんだ。へぇ、あ、そうなんだ。へぇ、あごめんね、まあ負けてる人は分かんないか、すいません。勝ってる人から言うと、こう1、3大震災危ないよっていう。へぇ、あ、負けてます。いや、勝ってます。あ、あ、やっぱり分かると思ったんですよ、1、3。なんだ今のは。じゃあどういうとこがいいですか。まあ、1は固定でいいと思うんですけど、やべ、ちょっと待って、あ今ズームした瞬間なんかしょうのことズームした瞬間ピンとこずれるしようになっちゃった。見て見て、モザイク壊れた、カメラが拒否してるよ。そうか、自動で AI が搭載されたのカメラに。勝手にダメだ、モザイクになっちゃう。ダメなんじゃない。何これ、もうカメラがもうダメです。え、壊れた。そんな機能ないですよね。これ以上寄っても面白くなりませんよ。やめとけ。これちなみにバグです。バグなんすね。たまに珍しい、1年に数回数が来ました、はい、あるんですけど。あ、バグっすね。ダメだ、もうダメだ。まあでもね、俺ね、やっぱ翔くんにはね、もう一頑張りほしい。答えましょう、じゃあ一中さん。よし、さすが。次もう一回10万クラス欲しいですよね。欲しいね。前半1個後半1個みたいな、10万ずつみたいな。そういいっすよ、お前。はい、ね、出がらしです。出がらし、出がらし。もう枯れたよ、ね、もういいっすね、うん、無理無理無理。どうでしょう、チャートとかはどうですか。うん、5もいいって。2と5と6、うん、3と4、あんまり4、1、1がやっぱ一番いい。え、土屋さん厳しいんだ。今いくら買ってるかだけちょっと見ていいですか。あ、え、もう抜けますわ、こういうやつは。ダメ。今いくら買ってるとかを気にしてる時点で、あ、もうだいぶ後手っすよ。なるほどね。はい。もうだって負けにいってるじゃないですか、今買ってる額を気にしてる時点で。あ、もうだ、僕まくりますわ、ここ。いい、いいね。もうできました。あれ？もう負けてますよ、もう。あれ？負けてますよ、もう。なんか勝者のさっきまでの余裕なくない？さっきまでの余裕。これいくか。さあ、じゃあ残り11分でございます。はい。翔くんは伝説を、そして他の2人は伝説を巻く年と。はい。ございますね。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、10レース3点。2万円分いきました。124、142、146。この3点くれば、おそらくショーと並ぶぐらいまで行くんじゃないかというところ。あと3レースなんで、この辺で並んでその後追い抜きたいと思います。あ、1個かぶってますね。僕は14の26に5000円ずつ行って、1号はちょっと満州、今日誰も出てないので、あのスイカを取りに行きたいなと思ってます。で、21で16000円、この3つです。いや、よかった、かぶってないですね。僕は勝ち組のイッチーさんの意見を参考にしました。16の24、イッチーさん言ってましたよね、6がいいと。当たりです、1624、5000円ずついってます。20万です。ちょっと風収まってきたかな。ここも無風かな。もうないですね、今、うん、ガマゴーリ、こういうとこから固くなるんですよ。わかる、夜固いよね。取らせていただきます、こういうとこ。まあうどんかな。うどんかな。10秒前になります。大橋選手がね、スタートちょっと抑えめだから今日。大橋さんが乗れてないよ。あーでも、だから、あーでも来たのか。あーでも3名行ってる。やめて。大橋さん行ったよ。大橋さん行っちゃった。行ったね。まずい。行っちゃうのか。まずい、それは。大橋さん行くな。大橋さんが行っちゃった。幅取ったな。上がった。いやー、3人
マジ3-2だ、3-2だね、3-2だ、それは3-2、ドデカマンだよ、ドデカマン、うわナイトサファリー、ナイト駆け上がりラスタですよ、駆け上がりラスタ、ここ駆け上がりラスタって言うのか、3-2持ってんの、本当だ、8レースが3-5、全然、5、6、暖かく、すげー、3-1になりました、ね、あ、3-1か、うわ、駆け上がりラスタだ、一気に安くなった、ただ3-1、6になりそう、ほら平川さん入りましたね、惜しい、よしよし、これ3-2だったらど真んだったけどね、3-1、6、いや平川さんうめえわ、やっぱちゃんとちゃんと絡んでたね、やっぱ A 級なんだよな、ここで、うわ、駆け上がりラスタだと1-2-5-4-6-2で3か、結構オッズも悪くないじゃないですか、嬉しそう、さあ3-1-6おめでとう、チューさんね、チューさんおめでとう、あんなに喜ぶさあ2枚、2枚そんな浮くのこれ、さあこちら20番人気6580円、あ、いいオッズだよな、いいオッズ、まあでもね、これしょうがない、うん、大田さんね、たまにこれがあるっていうマリも言ってましたけど、しょうがない、あ、次行きましょう、はい、はい、さあ残すところあと2レース、第11レースに行きましょう、弘中選手インステン、そして2号艇山下選手、3号艇平山選手、4号艇金田選手、5号艇鈴木選手、あ、鈴木成美選手、6号艇鈴木由美子選手、どうでしょう、今日見る感じ、まあね、やっぱ弘中さん、山下さん、平山さん、見えるよね、金田さん、この前の4人強そう、弘中さん戻ってきてるんですよね、ってことはやられてるんですよね、一旦やられてる、あ、これスタートに全てをかけるのかな、そのまますんなり山下かりん加盟にして 1-2 もあるかもだね、これ 1-2 だったらだってまたいいでしょう、平山がいる限り、ちなみに山下選手は、半年間の2コース成績、うん、18回走ってて1着0回あー、なるほど、で、2着以内が 16%、 3着以内が 38%、 ちょっと少ないかな、ちょっと少ないですよね、うん、いやなかなかですね、なかなか難しい、お、一つだけじゃあ皆さんにおすすめ、はい、先ほど当てました中さんのとこ行けます、あー、なるほど、今日出目来まくってるって言ってましたね、まあなくはないな、うん、ちょっと行ってこようかな、俺あ、クリさん行きます、なんかね、あんまりね、ピンとくるあれがないんですよ、じゃ行きましょうか、行こう、おい、行きます、外れんだろうな、いやなんだろう、いや、負けてることが、まあそれは嫌なんだけど、うん、なんか気持ちよく負けれてないと言いますか、これよし、これ買いたい、よっしゃ、くそ、残念じゃないんだよな、なんかね、気持ちよくやれてないから、あ、どうもです、先ほどはお見事です、いや、クリスさん、はい、今日テレビが炸裂してるんですよ、次のレース、どう11レース、これが、はい、教えてください、非常に難しい、何本当に難しい、え、出てないですか、出ないですか、出ねえが出ないんです、じゃあ帰ろう、でも、もういらない、もういらなかった、もう帰りましょう、じゃあ何ですか、冷静になってください、とりあえず全集中ヤニの呼吸、何ですか全集中ヤニの呼吸って、とりあえず言うなら噛まないでしょ、やるなら噛まないでよ、いや、出るなら僕は話聞きますけど、ないならもう早く帰って考えないと、これゆっくりしてください、このちょっとした気持ちがもう本当に6秒進行って、クリさんはよく誇りっぽいから、ちょっとここもう怒ってるクリさんの圧が、でもクリさんが楽しんでくれてれば僕が一番嬉しい、いや全然そんな昔のように、まあでもまあですよ、僕ここ、はい、今負けると思ってます、鋭い、僕もここで一番気を抜いちゃいけないなってのが2なんですよ、はい、2差しです、僕だから2差しできましたから、はい、僕は2-1-2-3を買いたいです、なるほど、2-1-2-3の仕事は買おうと思ってます、ここ僕は押さえてます、ただここを一つだけ気になる数字が、はい、ここね、ここ見てですね、6じゃないですか、あ、よくわかります、2着に6なんですよ、2着に6なんだ、いや、ここの6も僕ね、なくはないと思う、ちょっと一回見せてもらって、はい、これ、君たちだけでやってるから、まあ、この、要は2着に6っていうのはやっぱりこの、てんこちゃんこなんですよ、はい、6のてんこちゃんこ、2着、3着って言ったら、てんこちゃんこってなんですか、てんこちゃんこ、あのチャンバワンバンみたいな、まあ、一
ったり来たり、行ったり来たりですね。あ、行ったり来たり。行ったり来たりでパターンかなんですけど、それでやっぱり6が非常に気になることがあるんですね。うん、でも、この2もなんですよ。2と6がテンコちゃんこ。そう、この2の不規則の動き、まさに昔のラグビーボールを見ているような感じなんですね。ここで2が来てる感じがするんですよ。不規則じゃ分かんなくないですか、でも、こういうことなんですよ。この出目が出ない時に、一番何をやるかって言ったら、不規則な数字を見つけるんですよね。そして2が出てきたんですよ。2、6は買いたいです。2、6、2、5。だから2頭の2、5?5、5はどっから出てきたんですか。この駆け下がってくるんですよ、ラスト方。これから新作ですね、僕の。新作って、でもその新作だけだから、その予言ラスター。だからこの予言ラスターの、いやもう、いや結果だから何を買いたいんですか。あと3着4。2頭の5、6の4。2点。少なっ。そんだけになったんですか。最初になんか買ってますって言ってたのは別にいらないの。なんか言ってたじゃん、2、1、3の。ああ、まあだから それは、本当僕の予言出すためですね。予言出すのって何の。冷静にだから買い目を言ってほしい。2、1、3、4、5。さっき言ってたのは2、5、6です。で、2の5、6の4。だから2、全、4、5みたいなもんでしょ。だからでもやっぱそれは理由がないじゃないですか。こだわりがあるのね、こだわりが。いや、マジで。でも、いや、ちょっと、頭おかしくなってきた。いや、マジで変になってきた。頭おかしくなってきた。俺は何を買ってたらいいの。2頭。2頭ね。2頭は買うけど、俺、2差しボックス買おうかなと思ってたんですよ。はい。でも、ただ、ここでも本当に気をつけてくださいね。4、3、2って下がる上でも、で、あと2のこのラグビーボールが来てる。2は硬いです。何言ってんの、マジで。マジでもう本当に今日わけわかんなすぎてました、俺。いやー、わかりました。いや、わかんない。わかんないですよね、うん。ここオッズ見ないで買ったとこがすごいことになってました。直まくりからの2頭、5点、これ全部10万超えになるように、買いました。まあいいところ2がね言ってくれというところ。さらに4頭ですね。ガマゴーリー角の一撃ってあるじゃないですか。そろそろ来るんじゃないかっていう。ここ1000円いってんですけど、300倍とか400倍あるんで、もしかしたらこの辺にかけてみたいと思います。僕は 2差しあたりを攻めたかったんですけど、まあ中さんがとりあえずこれは買えということで、2頭の2、1、3、4、5、6、4っていうのはもう抑えました。で、僕は、ここはあえてじゃないけど平山選手、ここを買います。3頭3、2、4、1、2、4、6、ここに、ちょっと広めに1万6000円。ここで資金作って最終レース全部ぶっこ抜いてやろうと思ってます。うんうん、いいんじゃないかな。うん、僕だけでしたね。僕イニゲ買いました。1の西西行きました。3切りこれちょっと勝ち組のイッチーさんから平山さんそんなんじゃないかと。ちょっ、勝ち組イッチーさん、これ22倍と30倍なんですよ。これ 2、3より高いんですよ。ここ2を壁にして逃げる。平山さん1枚ずつ追加チャレンジいきます。頼むぞ。ちょっとね、ここで一発じゃなくてここ資金作りたいんですよね。で最後ね、はい、最後に行きたいんですよ、俺は。俺ずっと一発狙ってずっと負け続けてるの。まあまあ、いや、まあそれが本当ですけどね。いや、僕っていうかみんな気づいてると思うけど、ショーのあの10万以来一個もいいとこないです。え、今日はマジですか。ないです。はい、そうです。だから今日でもこのレース結構みんな分かれたんで、誰かしらチャンスはあるんじゃないかなと思ってます。深くないですかこれ。深いこれ。危ない気がするな。深いんじゃない。いや、ヒロナグさんもしかしたら深いのはスタート合わせ役し、うん。遅れ、遅れない、遅れない、遅れてる、遅れてる、遅れてる。カニちゃんまくれ、まくれ、止まれ。いやー、まくれないか。よっしゃ。あー、まくれないわ。刺しか、まくれないわ。刺しか。で、3は行くとこない。それはダメだわ。あー、それはもうダメだよ。あー、1、2、3だこれ。1、2、3、3残りましたよ。1、2、3だ。1、2、3なのこれ。うわちょっと1、2、3、3は違ったか。いや、過信するなってただけだから俺は。1、2、3か。これ1、2、3でよかったんだ。俺何聞かされてたんだ、喫煙所で。あー、5もあるか。あ、でも1、2、5じゃない。5もあるか。ほら、いや、勝ちますよこれ多分。平山さん、鈴木さん
入ったら満州なんだけど。マジ？これでも3良くないもんね。これ持ってんだけど1、2勝ちますよ、多分これ。あー、さすがですか。さすがですか。さこれでも1、2、3ね、一桁じゃないんですよね。あのね、いいんですよ、いい4つ。10倍以上ですね。1、3がめちゃくちゃ売れてたから。中さん、なんて言うんだろう、これ見て。いいレースですね。もうふざけんな、金返せよ、おい。いいレースですね。いいレースですね。いいレース。いいレース。いい逃げはまずないですって最初そこから始まったろ。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。いや、いい、ね、いい1、2、3だったな。3番人気っすね。何倍これ。あー、でもこれはいいな。いい4つだな。いい4つ。終わってみたらね。さあ、なるほど、みんな落ち込んでる時間なんてない。オッケー。次がラストレースだ。行きましょう。よし。さあ、それでは本日ラストレース第12レースは谷川選手、鷲見選手、松瀬選手、海野選手、中谷選手、池田選手というメンバーでございます。この中でやっぱ中谷さんやっぱ抜けてよかったかなという印象はございますね。うーん、そうだったっすもんね、うん、まあ、もちろん海野さんあたりもいいだろうけど、スタートっすよね。この1番、2番、3番、あんまりスタートが速くないんで。そこですよね、スタートがね。怖いな。で、海野さんも中谷さんも甘くないのよ、これ。うわー、むずね。これさ、ちなみに今現状みんなあんま見てないかもしれないけど、一番人気なんだと思う、これ。これ、あ、じゃあオッズ見てないで。そう、これ一番人気むずくない？はいはい、マレル君。456。え、はい、いや確かにあるかも。123が遅れて145。正解は145。あ、やっぱそうなんだ。はい、逃げは逃げるっていう予想か。ちなみにナーリブが言った456、6番人気、まあ、何倍ですか？24倍です。わー、24か。下がりそう、下がりそう。下がりそうだな、こっからまた。24倍、このメンバーで456、きつ。確かにまくったら4、5になりそうだもんな、4が。相対的に見て、中谷さんはどっかに残りそうだよね、さすがに、うん、中谷さんは残ってくれるはず、ね、どっかには。ここへ来て、まさかの1、2。1、2結構高いよ。高いかな。高いよ。まさか。高いっすよ、この1、2。つくね、高級イノキってやつですね。高いよね。今日トップのね、ジャスティンはどうする？僕は地元やし、逃げ一本で行こうかなと思ってるんですけど。いや、ちょっとね、僕はドラマが欲しいな。ドラマ、どれくらいがいい？どれくらいのドラマ。いや、イン逃げとかでいいんですけど、はいはい、やっぱあのサムネに回収みたいなね。やると2桁万円ですもんね。とかね、狙います。あるよね、狙います。よし、そしてそのジャスティンを倒したい、ね、こちらのお二人、マリム君。いや、何でもある気がして、ただ1がやられるパターンは1が2着ってことが多いんですよ。あー、なるほど。2、1、3、1、4、1とか。だからイン逃げもいいんですけど、1が2着いってるパターンでなんか美味しいとこっていうのもありかなと。すげえ高いけどね。そうなんですよ、意外と1の2着ってまだ残ってるんで。すんごい高いね。そう、そこで勝負しようかなとは思います。クリちゃんは？僕はなんかオッズとかを一旦置いといたら、やっぱそれなりに硬いとこが欲しくなったんですよ。だからそこにどんだけ突っ込もうかね。インカラでもやっぱ1、4の5、あそこ以外は別に勝負になりますからね。そうですね。でもやっぱそうですね、まあ外3人が何かしらやってくれるんじゃないかと思うんですけどね。正直俺は逆にこのレースを鍵握るのは2番、鷲見さんだと思うんだよね。はいはいはい、スタートいきます。鷲見さんが遅ければ1、3、1、4体験になっちゃうし、鷲見さんがその辺止めるんであれば増田も窮屈になるから、そうなるとうのさんも、えいちゃんも、え、差しってやってる間に一人になったり。これが美味しいな。さあ、ということでかなりね、悩むレースになりますが、はい、なんとかね、ワンドラマいただきたいと思います。12レース、いってみましょう。はい。決まりました、最終レース。最初言った通り、インからもう全部高いとこ、1、2、3の2差5。1、2、3、2差だったら4、50万いきます。3着5でも27万なんで、安くても20万オーバーになるかなと。これは神回でしょう、1、3。神回です。よし、やってあります。ナイス、ありがとうございます。よっ、スーパースター。よっ。はい、最後
もうずっとダメダメでいきましたけど最後、僕はやっぱり1号っていう目を最終レース買いたいから中谷さん信じて1号3よ、1三号よで1号4に1万円で5頭5、4、6の1これ全部5000円ずつと1万円で3万円ですね。ファイヤー最高です。やめましょう。なんで急に。マジめちゃくちゃいい感じです感動しちゃいました。なんでよ、もう帰れると思ったとこだテンション上がったけど子供じゃん。いや、なことないですって、クリスさん最終レースにテンション上げてなことないですよ。ずっとやれよ、こうやって楽しく。いや、負けてんすから、僕も全然ですよ。負けてないでしょ。あ、負けてはないですけどあれから一回もやってないんで。なんで嘘挟んだの。よじゃないよ。最後ずっとやれよ、それ素晴らしい。マナさん、いっちゃってください。盛り上げてくれんの。盛り上げます。156マンバリ当たりっす。156当たりっす。意外と強しっていうね。いや絶対です。2が遅れるのは硬いと思うんですよ、うん、で3は遅れない可能性もあると思って、そういう時の135当たりです、はい、ここも5000円。道中逆転の153も5000円。それしかない。俺と一緒じゃん。それしかない。全く。え、ここ一緒ですか。全く一緒で、あとは51も5000円。わかる。51は、はい、ある。めちゃくちゃ近いです、うん、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい回です。これしかない。だから2人で最後にショーにアーチして終われる可能性はある。それでいい。で、みんな勝ちで終わりましょういいっすよ。当たらないクソかゆるよ、これなんですよ。なんか複雑だな。でもやめましょう、そういうのやめましょう、本当に。一切なし。はい、135とか153やばいですよ、後半戦。分かってますか、うん、当たってません、皆さん。そうですね、そうですね。ダメです。そうだね、確かに。これは違う。番組的にも嬉しいところだよね、はい、そうしようか。ふざけるのはいいですけど、ちょっと当てていきましょう。絶対これ。わかりました、わかりました。エンディング組みましょう。感じすげえ先輩っぽいですけどなんか、あ、はい、あ、はい、はい、え、これは何嫌い、こっち、こっち、はい、絶対勝つぞーよーのーきついきつい、きつい、きついなー。ちょ、200円あげるから帰ってくんねえかな、ちょっとマジで。ちょ、200円やるから200円で帰るわけないじゃないですか。マジで、もうちょっときついわ。だからまあもう分かりました。じゃあ僕もみんなが外れたからとか言わないです、ここ、うん、ボーガマのために誰か当てて終わろう。そうだよ、そうですね、確かに、うん、あ、じゃあ135で全員ヒット。実は135全員ヒット。あ、全員ヒットだ。全員ヒットだ。全員ヒットだ。あ、でもお前は持ってるの123235なんで僕。あ、じゃあ153だよ。これ、あ、153、うん、153で。それはもう違う。153本当にきつい、はい、153 153 でも笑顔って言ってたじゃん今日は。絶対俺らも勝ってみんな勝って、うん、でしょ。まあ、それをやろうよ最後に、うん、負けてて笑顔なアーチなんて今まで一回もないから。そうですよね、やろうよ、うんうん、さあ10秒の針今指しまして、1番3番3番4番5番6番です。そう、さあ中谷さん頼む。スタート。内側頑張れ。スミさん、おっさん持ったよこれ。うわ、スミさん持ってる持ってる持ってる持って。やばいやばいやばい、持って。これは1、2あるな。大丈夫大丈夫、持って。中谷さんいける、これいける、いける、いける。持った。あ、うわー、来た。123差じゃないこれ。これマジ高いっすよ、123差。高いよ高いよ、めちゃくちゃ高い。これめちゃくちゃ高いっす。持ってる。中谷さん持ってる。中谷さん頑張れ。中谷さん123差で、ね、そう、そう、中谷運動攻め上がって1号になれ。1号になれ。中谷、うわ、頑張れ。危ない。125はない。125ない。1253しかない。ある。125ある。マンバリでしょこれ。マンバリです。いや、125やばい。そのままショー、やばいぞ。125だ。スタミさん、スタミさん、じゃあ運動さん抜け、運動さん抜け、やめろー。運動さん抜け、運動さん抜け、マンバリ、運動さんはダメだ。マンバリやめてくれー。これ当たったら3の方がいい。3の方がいい。よえ、マスター、え、これ123もマンバリしてんの。運動さん来たら負けんだろ。運動さん来たら負けます。運動さん来い。やべだ、やべ、これだ。勝利だ。さあ、これは勝利だ。おっしゃ、やべ。運動さん応援するしかない俺ら。石井さん、ボーガマの今年が終わる。優勝になっちゃう、勝負優勝になっちゃう。キロ、おっしゃ、こいつ。運動さん、まずい、これは。やばい、運動さん、助けて。運動さん、助けて。運動さん、やめて。あ、おっしゃ、もめた、もめた。え、これ、これ、これ、マンバリ持ってんの。マンバリです。これね、勝負、やばい。1。これやばいって。ワットスリー、ワットスリー、これは来た。これはまずいよ。これはまずいな。やかした、これ。うおいしょー、40万だ。うわー、来たー。やったー。これはやばいぞ。40万来た。
オッケーナイス伝説やりましたよ、一さん。遅刻した意味やったな、お前これぐらいやんないと。さすがだよ来たー、これマジ気持ちいい。これはあの、番組ブレイクになりますけど。やっちゃった。番組ブレイクしちゃうけど。俺マジで次遅刻するわ。7、7時ぐらいに来るわ、夕方。一番いい時間だね。こんなこと言ってますよ。いや、最低。こんなこと言ってますよ。いや、ダメですよ、遅刻は。ねえ。うん、だって勝て、勝てそうじゃん。2レースやって2レースやって2レースでぶっ込んで遅れてきていやということで今日は最後にドラマありましたね、気になる結果はエンディングでお伝えします。お疲れ様でした。よっしゃボードがまいりました。エンディングの時間、はい、お疲れ様です。いやいやいや今日はどうなるかと思いましたけどもね、翔くんが遅刻していや申し訳ないですね、はい、3レース目から始めるっつうんでねいつもちょっと違うペースでということでね、うん、どうなると思いましたが、まあ、結果はこのようにということでね、うん、じゃあ発表しましょう、はい、じゃあまあこっちからいきましょうか。大体11万負け大体11万負け、うん、はい残念。いやまあいろいろ言いたいことありますけど、うん、まあでもとりあえず一緒にこの後ね、はいはいはい、でマリオくん13万5000円てれー。そしてプラスの42万2500円。来たー、すげーすげーすげー。ちょっと風、どんな風なんですかこれ。こっち42万の風です。いい風だ。お見事でした。ちょっとジュリアナみたいな感じ、うん、最後はね。なんかさ、死んでしたね。ショーって、ボーガマのさ生配信弱いけど収録強いね、やっぱりね。そうですね、形に残るも強いですよ。だ遅刻した時点で俺らはもう握られてましたよ、ペースを。なるほどなぁ。だいぶこいつに合わせたの、全員が、大人全員が。そうだよ、だってあの、はい、昼飯時間もなく。そうですよ。ね、え、でもみんなにさ、なんか、おごってくれって。あ、言ってた。言ってたじゃん。ジョジョ園行こうよ。え、ジョジョ園行こうよ。ジョジョ園、うん、ジョジョ園行ったらね、大変じゃないですか、ジョジョ園とか。どこだったよ。松屋とかいや、いいけどな。いいけど、嬉しいけど。よかったら全然怒りますよ、僕もダンと好きなものなんでください。何でも怒ります。マックとか好きなものあれば。まあでも言ったからな、怒ったらもらう。あ、そうです。もう今日は時間ないんであれですけど、あ次回とか。あ、本当にどっかで怒ってもらう。でも何でも好きなものって言ってたよね。これカメラ見たら分かるよ。マックとかでも全然。いや、カメラ見たら分かるよね。なんか言ってたよね。とんでもない額当てます。信じてください。それで僕ご飯ごちそうします。あ、なるほど、なるほど、ね、なるほど、なるほど、なるほど、やつを僕出します。プロボーラー目指してる。おマジこれ何なんだろうね。マックとかやったら全然。いや、遅刻した時に言ってましたよね。言ってた、うん、何でも今じゃなくて、うん、何でも好きなもんみたいなって言ってた。おごるって勝ったら、うん、何でもって言ってた。店は考えて、こっちがステーキ、ステーキ、鉄板焼きとか行ってみます。あ、あいいっすね。はい、まあ、それか、もう本当思い出作りで、うん、高い寿司屋さん。ああいいね、寿司もいいな、うん、行ったことない、行ったことない。カウンターで、カウンターで行ったことない。キューベ、キューベ、え、40が足りるって。足りない。いや、そんなん俺らそんな大した頼まない。たまに、あー、行くけど、行くだけ、行くだけ、行って取っと、行くの取るだけ。あと、カッパ巻き、うん、カッパ巻き、あ、言いましたね。これもちゃんとあれですよ。取られてますよ。カッパ巻きですね。俺、卵とトロ。あ、トロこいつマジで40万買ってこんな渋いの。ここいっか、こっち、こっち、あ、みんなで、あ、これ寿司だね。で、俺思うんすよ、はい、そこでなんかちまちま食うよりも寿司三昧でお腹いっぱい食べるのがみんな幸せじゃないですか。寿司三昧おごります。ありがとうございます。ありがとうございます。おごります。ありがとうございます。でも嬉しいね。はい、ありがとうございます。おごりましょう。今日遅刻して、こう、はいはい、目当ては皆さんで行くっていうことね。もう、来れる人は来てください。無理しなくていいです。来れる人は来てください。お前、それ日時ゲリラにする気だろ。ゲリラにするよ。ゲリラやめろよ、お前。誰かがマイノリの人とかに、お前、ゲリラ開催やめろよ。今日やりますみたいな。早めに、ちょっと早めに。いいっすよ、行きましょう。これない、これない。これやるんだから。それ、編集してるナルさんが困るんだよ。これ、パンパン、パンパン言われたら。みんなで寿司三昧。よいこ。好きなもん食べてください。本当ありがとうございます。あ、はい、そうなんだ。そしたら今日の遅刻も、うんうん、あのスタッフさんもみんなで。そうそう。それで丸くしますからね。はい、丸くいきましょう。はい。でもそれはいいんですよ。それはまあいいですよ。よくがやった。私当たったらもう素晴らしい。はい、ただこの1年間シーズン、あ、そうだ、始まったばっかで
ここがもう多分60万70万差ついてるんですよ。そうだね。いやいや一撃だよじゃん。一撃でもさ一撃を狙い続けたらさ逆もあるよね。逆もあるよね。逆も僕も多分ここからマイナス駅もあるんで、うん、もうファイ結構やるじゃんちゃんと普通にそういうのもそういうの意外とちゃんとできるタイプじゃん。いやいやバカを演じてなんかやるじゃん。いやいや違います。僕はバカです。バカなんでてか次に上位つきます。諦めちゃダメです。だからここら辺も水三昧食べながらみんな話し合いましょう。今度どうしていくか。美味しいお酢食べながらやっぱこういう負けた後に話し合いちゃダメ。これ多分寿司三昧でホッとしてるんですよ多分ちょっと。いやいやいやめちゃくちゃホッとしてるんですよ。2、3万でしょみたいな変な汗出てきたんで俺。ダメです。それ3枚なら多分大丈夫はず。そうか、はい、まあそうだね。そうだね。じゃあ今日はねおめでとうございます本当におめでとうございますね。あらっいろいろありましたけども、はい、丸子収まりました、うん、じゃあこれでお開きしたいと思います。じゃあボート構えじゃこれでお開き。また見てくださいね。さよなら。さよなら。はいさあご機嫌だなお前ご機嫌だなこれ強いよ今日